はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ、第120、211回でございます。<laughs> ごめん、普通に間違えた。で、今回テーマが、え、勉強動画、誰に見てほしいっていう、ちょっと質問があってですね、まあ、もっと長い質問だったんですけど、まあそれに答えながら、あの、話したいことがね、ちょっとあるんで、それ話していく、感じでいきます。で、先にあの、伝えておくと、そのオレンジの部分なんですけど、10月のポイントを顔出しでって書いてあって、今日10月1日なんですよ。 で、毎月、初めのね、最初のダラダラジオは、その月のポイントを喋るようにしてるんですけど、え、ちょっと10月に関しては、ちょっと顔出しで話をしたいなと思うので、あの、今週中、まあ、どこかでね、投稿しますので、ちょっとお待ちください。じゃあ行きましょうかね。で、で、で。<laughs> まず、先週ね、ダラダラジオちょっとお休みもらっちゃってすいませんでした。あの、後で撮るはずだったんですけど、後で撮る予定だった内容を顔出しで撮ってしまったので、なんか、 さーって流れて、ちょっとお休みになっちゃったんですけど。まあね、えっと、気を取り直していきましょう。で、今回はその、まあ書いてある質問ですね。誰に見てほしいとか、誰に見てほしいと思って始めたんですかみたいなニュアンスの質問だったんですね。で、まあ、それとか、あとは、まあ、なんだろう、リクエストをね、今いっぱいもらうんですけど、特に多いのが、やっぱ難しい、もっと難しい問題をとかさ、あとは他の科目ですよね。まあ、受験対策やったら、理者の記述の、なんだ、受験対策とか、 あとは、えっと、物理とか、世界史とか、みたいな、高校生やったらね、とかももらうんですけど、あのー、もともとね、まあ、自分この活動を始めて、ま、5年と3ヶ月、5年と4ヶ月がそろそろ経つんですけど、あ、今日であれだ、5年と4ヶ月がぴったり経つんですけど、もともと、 最初ね、誰に見てほしいかっていうと、特にこれってはなかった。まあみんな学生のみんな。最初は中学生だけしか撮ってなかったので、まあ中学生に見てほしいなとは思ってたんですけどで、でもそれを続けていく中で、自分のまあコンセプトというか、やっていく、そうなんだ、こだわりっていう部分では、学校の授業レベルのものを全部撮るっていうのが一個のテーマだったの。どういうことかっていうと、 あのね、もしね、まあ、今後これから動画と勉強動画をね、YouTube でやりたいって思う人がいるかわからないけど、まあ、たまにいるわけですよ。結構メールもらうんですけど、もし、今俺がね、えっ、ー、と、みんなの立場、勉強動画やりたいなと思ってる立場で、じゃあそのハイチみたいなちょっと勉強動画で、ある、ある意味ちょっと再生数取ってる人がいると。で、今もし始めるんだったら、自分だったら、例えば有名な問題とかを投稿するかなと思います。 正直、例えば、まあちょっとかなりグレーゾーンにはなってしまうんだけど、センター試験の、なんと、大門いくつやりましたとか、東大のね、東大の過去問の何番何年の何番やりました、なんていうのを投稿すれば、おそらく俺の動画より再生数取れますよ、今。やったら。取れると思う。なぜかっていうと、そのインパクトがありますよね。東大の過去問とか、センター、センター試験の過去問なんてさ、それをニーズとしていっぱいあるわけだし、見たい人が。そう。でも、自分がね、最初やってた時にすごい言われたの。 有名な何とか山とかもあるわけだよ。旅人山とかもそうですけど、いろいろね。何とか山とか、そういう有名なね、言葉で決まってるやつを投稿した方がいいんじゃないのかと。お前は、みたいな言われてたんですけど、自分は、とにかく、その学生のみんなが学校を楽しくしたいっていう思いが強かったの。で、どういうことかっていうと、授業を受けてる時間がもうわかんねえ、つまんねえってさ、もったいなくない例えば50分の授業、まあ体育とかももちろんあるけどさ、 普通のじゃ国語とかさ、数学とかの授業が一日3時間4時間あるわけじゃん。で、その 50×4 の時間っていうのを、あもうマジわかんねえ、つれえ、だるいとかさ、思って過ごすんだったら、どうせ受けなきゃいけないんだったら、いや、ちょっとわかるんだけどとかさ、やべえ、それちょっとわかるよみたいな、風になった方がまだ楽しいじゃん。きっと。で、自分はそうなってほしいなと思ってて、やっぱ塾講師やってる時に、そうじゃない子たちをいっぱい見てきてるの。特に俺、個別指導塾だったから、 個別指導塾の方が勉強が苦手で入ってくる子が多いのね。集団塾に比べると。比率としてはね。だからさ、そういった悩みを持った子をたくさん見てきてて、で、やっぱり、さっき言ったように、どうせ受けんだったらさ、楽しくなってほしいなと。まあ、勉強がさ、楽しいでウキウキだぜとか、そこまでなんなくていいんだけど。うん、だからそれを思って、そのために、授業、あ、じゃと教科書。学校で受け,、まあ、受けるうま教科書レベルだよね。授業レベルのものを全部取ろうと。 つまり、学校で今日授業受けました。わからない。じゃあ、ハイチの動画ないかなって思った時にないじゃんっていう状態をできる限りなくしたかったの。もちろん、全部、綺麗にね、今日歌詞一冊全部綺麗にはなってないけど、でも、ほぼほぼあると思う、自分の動画。うん。高校生ちょっと抜けちゃってるのもあるんですけど、 そう。ただからそれがこだわりだったので、誰に見てほしいっていう思いがあったかっていうと、その学校で勉強わかんねえなって、つまんねえなって思ってる子たちに届けたいなっていうのが最初の思いだったの。俺は。だってさ、YouTube で勉強しようって思うの、基本的に勉強できる子だからね。まあ、できる子っていうか、ある程度できて、で、自分の苦手なところがある。もうピンポイントでわかってる。俺、私はこの問題がわからないと。だから検索していましたよっていう。 できるようになりたいなって意欲ある方の方が絶対多いはずなの。た多分今でもそうだと思う。勉強ね、嫌いな方、やりたくねえって思ってる方は楽しい動画行くって、好きな YouTuber さん見るって普通に。そう。でもそれでも今はね、勉強が苦手で全然わからなかったって子たちも見てくれて、それが、えっと、いっぱい勉強してくれて、できるようになりましたってたくさん報告をもらえるようになったと。 そうで、そういう風になってほしいなって、一人でも多くの子がそういう風になってほしいなって思って撮ってたので、だから自分の動画って基礎問題が圧倒的に多いんです。があの教科書レベルのね。でもたくさんの方に見てもらえれば見てもらえるほどリクエストはやっぱり多くなる。ニーズが多岐にわたるからね。 そう。だから今、えっと、それがあったから、去年から受験対策、去年からかな受験対策取ったりとか、今年テスト対策取ったりとか、ちょっと、えー、教科書レベルのプラスアルファ、もうちょっと難しいところを、だ、なんだろう、肉付けする感じそう。なんかさ、木で例えると、さっき幹、あの、太い幹ね。幹の部分が教科書レベルの本編の動画。そこに枝をいっぱい生やす感じ。うん、勉強とえっと、テスト対策とか、受験対策とか、そんなんでね。 うんっていう感じでは今それが今の時期かなと肉付けしていくというか葉っぱ枝をいっぱい生やしていくみたいな感じでいるんだよねそうだからえっと結構ねあの最近見てくれた方なんかにやっぱ言われるのはねそうやって基礎が多いですよねなんでですかなんて言われるんですけどもともとの思いがそこにあったのでうんだからそんな感じですまあそのね何だろう自分のこのチャンネル のコンセプトというか、こだわりをちょっと伝えたくてね、あ、ちょうどいい質問だなと思って今回取り上げさせてもらったんですけど、まあもちろん、この先ね、まだ続けていく中で、もちろん取らなきゃいけないものたくさんあるんですけど、例えば、えっと、まあ高校生の科目増やすのはどうかなちょっと厳しいかなわかんないけど。とか、まあ高校生増やしたいなとか、小学生増やしたいなとかさ、で、まあテスト対策とか、受験対策もいっぱい、まあ特に中学生をメインで考えてはいるので、 増やしたいなとかも思うし例えば英検対策とか数検対策とか,か関検肝検は微妙かまぁ、あ、ね、そのなんだ試験の対策とかも取りたいなとかも思うわけですようんただ体一つでやっぱ一人でね、ずっと活動してるものなのでなかなかその思ってもさその体は一つなんでやれることはそんな多くはないんですけどまぁ、あ、でもまあ最近挙げたようにちょっと体調がずっと良くないからあんまり無理はできないんですけどでもできる範囲でやれることやってで なんだろう一人でも多くの方がね、学校の授業ちょっと分かるようになったなとかさ、点数上がったなって、勉強で、勉強のことで、なんか子供たち笑顔にできたら幸せじゃないっていうのが俺のなんか思いなので、うん、ちょっと臭いこと言ったけどさ。臭 <laughs> いな。今の臭いね臭いけどでも本心なんだ、それが。そう。楽しいこととかさ、笑えることを提供して笑顔にするのももちろん素敵なことなんだけど、基本的に毛嫌いする、嫌いな子が多い勉強っていうジャンルで、 うん子供たちにちょっと嬉しい瞬間とか笑顔にできる瞬間がたくさん作れたらなとは思ってるので、まあ、そんな思いを込めてこれからも、ね、やっていきますはいちょっと質問と最後回答それちゃってますけど、まあ、そんな思いでいますのではい <laughs> はい以上です <laughs> でまあ最初に言ったように10月のポイントはね今週中に顔出しで撮りますのであのー、なんだろ,うなんだろう待ってる方はぜひねそっちの方見てもらえたらと思います では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第120だから100じゃん、熱の。これね、211回、え勉強動画を誰に見てほしいというテーマで喋らせていただきました。え、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、ま、顔出して一回撮って、で、次回、来週どうかなえっと、あのね、子供の運動会がある週なんだけど、ま、関係ないけどね <laughs>。ま、なんかね、また喋っていきますので、もしよかったら次回の方もね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。